はい、こんにちは、岩根です。ですね、先日質問のマシュマロをちょっと募集させていただいて、たくさん質問いただきましてありがとうございます。それでですね、一応ジャンルごとにちょっと分ける感じにしまして、まず今日はその第1回目としまして、まあ主に僕の新人アニメーター時代のお話をさせていただきたいかなと思っております。まあ直接いただいた質問もあれば、このまあついでに、新人アニメーター時代こんな感じだったよっていうお話をしていこうかなと思っております。専門学校、僕は大阪デザイナー専門学校っていうところのアニメーション科に通っておりまして、卒業が1986年の3月です。一番最初に受けたところっていうのが、東映の研修生。当時大体のアニメーターの求人っていうのが出来高制ばっかりだったんですよね。それで、できたらやっぱり安定してるところがいいよななんて思って、東映の研修生、ここはちゃんと研修期間中も給料がもらえるっていうことなんで、そこにまず書類を送りました。履歴書と多分ね鉛筆デッサンかなんかを数枚だったと思います。で結果的には落ちたということで、じゃあ次探さなきゃいけないなっていうことで、スタジオピエロっていうところが正社員を募集してて、そこに応募しました。と書類を送って、でその後実際に面接、作品なんか、まあ今でいうとこのポートフォリオって言われるね、当時はポートフォリオなんて言葉は僕も全然知らなくて、自分の絵とかの実力が分かるものを持って、東京に受験しに行きまして、その時大阪デザイナー専門学校から3人、僕を含めて3人一緒に東京に行って、受けました。で結果的に僕は落ちたわけなんですけども、その時水野っていう僕の同級生の演出家、水野和則っていうやつだけが合格しました、この3人の中では。で僕は結局、ピエロも落ちまして、じゃあどうするかなと思ってたら、もう一箇所求人票の中に、固定給を出すっていうところがあったんですよ。それが実はガイナックスだったんですね。で王立宇宙軍を当時作るっていうことで、まあおそらく新規で、会社を作ったっていうことだったんでしょうけど、だからそれ書いてあったんですよ、求人票に。王立宇宙軍、制作のためスタッフ募集っていうふうに書いてあったんですけど、当然その僕らからするとそのガイナックスなんて聞いたこともない会社、まあ今みたいにその情報がたくさんインターネットとかで見つかればいいんですけども、ガイナックスがどこかもわからんし、王立宇宙軍っていう作品もね当然見たことも聞いたこともないし、それで行ってこう固定給を出すっていうことは、これはきっと怪しい会社に違いない、ここだけはやめておこうっていうことで、結果僕ガイナックスは受けませんでした。もし受けてたから通るかどうかっていうことはともかくとして、また、違うアニメーター人生が待ってたのかもしれない。まあ落ちてた可能性も非常に高いんですけども、それでまあじゃあもうこうなると下請け狙おう、出来高のとこにしようっていうことで、まあスタジオコクピットをなぜ選んだかっていう話なんですけども、当時僕宇宙戦艦ヤマトっていうのが、大好きで、まあそれを作りたいなっていう思いがありました。その完結編でのエンディングテロップの協力プロダクションの一番上に乗っかってたのがスタジオコクピットだったっていうのが一番大きな理由ですね。電話いたしまして、ならまあちょっとじゃあ試験しにおいでっていうふうに言われたんで、東京まで行って、筋肉マンっていう作品のテリーマンの振り向き、原画2枚でそこを中3枚で動画を割っていくっていう試験をやりました。試験が終わったところで、社長とあと演出の山吉さんと一緒に近くの喫茶店に行きまして、それでまあ、じゃあ君さえ良ければまあ4月1日から来ていいよっていうふうに言われたんで、あ、じゃあよろしくお願いしますっていうふうにして、スタジオコクピット入社が決まりました。でちなみにもしこのスタジオコクピット落ちてた場合、完結編の協力プロダクションの2番目に乗っかってたのが、ムッシュオニオンプロダクションっていう下請け会社だったので、そちらの方を受けてた可能性が非常に高いです。
で、またこれ余談になるんですけど、ムッシュオニオンプロダクションからはその後コクピットに 5,6 人ぐらいで、集団で移籍するっていうようなことがあったので、もしかしたらあのドラえもんの話じゃないですけども、選ぶ道が違っても結局一緒に移籍して、コクピットでポケモンをやるっていう未来が待ってたのかもしれないと思っております。4月の10日から5月の9日まで、まあ本当に1ヶ月ですねかけて、415枚の動画を書いて、当時コクピットテレビシリーズが1枚120円だったので4万9800円から、まあ、所得税を引かれた金額っていうのを受け取ることができました。だから多分ね、あと2枚頑張って書いてたら5万円っていう台に乗っかったわけなんですけど、まあまあでも約5万円ぐらい、まあもちろん今と比べたら緩い時代で、今みたいにね、あの細かいことまで言われるような時代でもなかったんで、まあ緩い時代っていうのはあるんですけど、まあまあそれでも、1ヶ月目5万ぐらいあるとギリギリね、なんとか生活できるわけなんです。当時、風呂なし共同トイレのアパートが1万2000円とか3000円ぐらい、アパート代が、であとその風呂代が月1万で、食費が月1万で、で光熱費がとかっつったら、まあ5万ぐらいあればギリギリ死なない程度には生活できるかなっていう感じだったんで、まあ1ヶ月目の結果を見て、まあなんとかやれなくはないかなっていうふうに感じました。会社所属してるとは言ってもいわゆるサラリーマンではないので、国民年金とか健康保険料なんかは自分で支払うことになります。この中からコクピットの場合は消しゴムとか色鉛筆とかそういういわゆる消耗品ですね、各自個人持ちだったので、必要な鉛筆なんかは自分で買うっていうことになってます。で、給料に関しては2ヶ月目っていうのはちょっと記録がなくってわからないんですけども、3ヶ月目になんとか10万円を超えるラインに行ってるようです。だから多分ね、1ヶ月目が400枚ぐらいだったんですけども、2ヶ月目以降700を切ることはなかったはずです。だからなんだかんだで動画で700から1200の最高でも多分1ヶ月1200枚ぐらいで、700から1200の間だから800枚900枚ぐらいをうろちょろしてる感じで、まあ、なんとか動画時代を過ごしてて、まあそれぐらいかけると、テレビシリーズ以外、例えばビデオとか劇場版だと、単価の方も上がりますんで、当時はいわゆる合作って言われる、まあアメリカのテレビシリーズの下請けですねっていう仕事が結構多くて、それテレビシリーズよりも高く設定されてたので、まあ1000枚ぐらい書くと、まあ、15万とか、まあそれぐらいの金額になるので、まあなんとかやっていけるかなっていう感じでした。これも人によって違うみたいなんですが、僕の場合は、多分1週間ぐらいだったと思います。でその後は、実際の本番の動画仕事をやったら見てもらって、これでチェック受けて、これで大丈夫ですかっていう感じで、多分チェック自体は1ヶ月ぐらい受けてたのかな、なんとなく、知らん間に受けなくなったっていう感じで、はい、じゃあもうこれから店に来なくていいからねとか、そういうことを特別言われたわけじゃなくて、なんとなくあうんの呼吸で1ヶ月ぐらいで多分見せるのはやめてたような気がします。これはね、テレビシリーズの銀河って言われる、流れ星銀っていうあの犬のアニメですね。犬が上から落っこってきて、まあ口から血を吐くみたいな感じの動画をやったと思います。実はあの専門学校自体に、作画ゼミっていう授業がありまして、当時の、大阪のとあるアニメスタジオのアニメーターの方が、こう教えに来てくれてて、割といわゆるテレビアニメ的な、動画の方法っていうのを教わってたんですけども、そこのスタジオちょっと動画が締め切りまでに苦しいっていう時に、ゼミを受けてる生徒の中で書けそうな人何人かに声をかけて、ちょっとバイト的に、ガリアンっていうのとレンズマンのそれぞれテレビシリーズですねの、動画っていうのが一番最初になります。
当時そこの会社では、動画が1枚80円でしたね。で、ベテランになってくると100円、だからキャリアに応じて、新人の間は80円、ちょっとランクが上がると100円っていう風に僕は聞いてます。だから、何枚書いたかよく覚えてないんですけども、本当に学校授業終わってで家帰って学校の課題をやって、その後朝まで動画書くっていうことを1週間ぐらいとかやって、何百枚かちょっとよく覚えてないですけども、動画書いて、後日かける80円のギャラをいただきました。もうコクピットではもうとにかくいろんな動画、当時は特にその合作ものっていうのが多くって、日本で放送されないアメリカのテレビシリーズの動画っていうのを結構たくさん書いたような気がしますね。大変だったっていうことで言うと、北斗の拳でラオウを先頭、ラオウっていう、悪いやつがいるんですけども、ラオウを先頭に、70人ぐらいの兵士がゾロゾロ歩いてるっていう、リピートのカットなんですけども、これは当時の記録によると18時間かかって10枚を書いた感じです。でラオウがまた馬に乗ってるんですけども、これアニメーション知ってる方だと分かるかと思うんですが、馬って前足と後ろ足のタイミングがずれてるんですよ。だから本来は前足用の原画と後ろ足用の原画がないと基本的にちょっと割るのが難しいんですけども、それが2枚だけで表現されてるので、そのこの交差してる方の原画で交差してる方の足の動きがよく分からなくって、かなり苦労したんですが、特に戻ってくることもなく、放送されてたんで、正しくは割れたんじゃないかなとは思っております。で逆に非常に美味しかったのが日本経済入門っていう石ノ森章太郎さん原作の、深夜まではいかないけど夜10時ぐらいからのアニメがありまして、それのオープニングで、マンションの鍵が奥へ飛んでいくっていうイメージ的なカットがあったんですけども、それが非常に楽ちんで、1時間半ぐらいで90枚動画を書くことができたんで、でしかもオープニングなんでちょっと普通のテレビシリーズよりギャラもいいっていうことで、いまだかつて原画作画監督含めてあれぐらい美味しい仕事っていうのはなかったですね。だって1時間半で1万、ね、5000円とか稼いだっていう、時給1万円って言ったら、多分あれを超える美味しい仕事はないと思います。あとはね、銀河英雄伝説でブリュンヒルト号っていう真っ白なスターウォーズのスターデストロイヤーみたいな、戦艦があるんですけども、それがね直線じゃなくて緩やかな曲線なんですね。でそれが、徐々にこう奥へ向かって小さくなっていくっていうカットの動画をやった時に、その微妙なライン、直線じゃなくってフリーハンドで描かなきゃいけないんですけども、しかも戦艦の色が真っ白っていうことでちょっと、ブヨブヨしても目立つしなって思うと、難しくはないけど緊張感を持って、仲割りをしたっていうことがありました。 G.I. ジョーのあれコマーシャルかなんかかな、奥から戦車がビーム打ちながら手前兵士逃げながらみたいなカット、1枚300円ぐらいの感じで動画やりましたね。期間が限られてたんですよ、何日までに絶対上げることっていうので。だからそれ本当に寝ずにやってました、動画として。で分からないところがあって、それ原画描いたのがうちの会社の森さんっていう方だったんですけども、で森さんのところに持って行って、すいませんここのところが分かんないんですけどもっていうふうに、伺ったら、あなんだこのカット君が動画やるのかっていうから、ああそうなんですって言ったら、ビームが等加工で別セルにはなってるんですけど本体に合わせて2コマ撮りだったんですよ。でじゃあ儲けさせてやるよっつって、そのビームの中割りのところに点を間に1個ずつトン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 と打ってくれて、本体戦車本体は2コマで動くけどビームは1コマっていう風な動きにしてくれたという感じですね。そうするとその分ビームなんて動画するのがすっごく楽なんで、それ、
増えたっていうことで、1枚書くごとに300円ぐらい増えていくっていうことで、非常に美味しい思いをさせてもらったっていうことをちょっと思い出しました。それでこれは直接僕のエピソードではないんですけども、動画時代の話っていうことで言いますと、今タクラン系のポケモン班なんかで原画描いてる夏目さん、もともとコクピットだったわけです。確かね、アトムっていう会社からコクピットに移籍してきたんですけども、その時僕はもう動画としてキャリア積んでる頃でして、そこへ夏目さんがやってきたわけです。で、一応前の会社でもちょうど動画から原画に移るぐらいの感じのキャリアだったらしいんですよね。でもまあコクピットとしては夏目さんの実力のほどがわからないので、じゃあまずは動画をやってもらおうっていうことで、夏目さんに動画を書いてもらいまして、で社長の方からは、じゃあ岩根くん、夏目くんの動画が上がったら一応出せるクオリティかどうかちゃんとチェックしてやってもらえるっていう風に言われたんで、あ、いいですよっていう風に答えました。でしばらくして夏目さんが、カット持ってきて、ちゃんと動画できましたっていうんで、じゃあちょっと見せてもらいますっていうのが、原画向こうを向いてる後頭部の絵から横顔に向かっての中割りっていうところがあったんですね。まあ要するに振り向きですね。でこれ絵を描く方ならわかると思うんですけど、結構ね難しいんですよ。向こう向きから横向きの絵っていうのはこう絵にするのが難しくって、でさあどれぐらいどういう風な感じで描いてるかなと思ってパラパラっと見てみたわけですけども、いや僕ね初めてですよ、あの原画より上手い動画を見たっていうのが。でどう考えてもその振り向き途中の顔の方が原画の横顔よりしっかりしてたんですよ。でいやもう全然これ問題ないなと思って社長の方に、いや見せてもらったけどめちゃくちゃうまいんで全然問題ないですっていうふうなことだけ、答えさせてもらったっていうことを思い出しました。起床時刻なんですけども、当時動画の時は僕割と規則正しく生活してまして、朝10時に会社に入ったら6時に、夕方6時に帰るっていう8時間勤務っていうことをやってました。なので朝起きるのは多分8時ぐらいだったかと思います。で普通にあの納豆かなんか食べて、会社に行くって。でお昼ご飯をね食べなかったんです。決まった昼休みとかっていうのがあるわけじゃなくて、各自机で、適当にっていうのは、朝から来る人もいれば昼過ぎに来る人もいれば夕方来る人もいる、もう本当に自由な出社スタイルだったので、みんなで揃ってはいお昼ご飯食べましょうってそういう雰囲気じゃなくて、だから新人の間はなんかいつ食べたらいいのかなっていうのが全然わからなくって、こんな僕でも遠慮してるんですけども、なので、お昼ご飯結果的に抜きになって晩6時過ぎぐらいに帰ってご飯を食べるっていう生活でした。あの実家にいる時なんてもう全然料理なんかしなくって、もうそれは母親任せだったんですが、なんといってもそれを自分でやらなきゃいけないっていうことで、本買ってきまして、毎日のおかず1100種っていうタイトルの本買ってきて、まあこれがあればね、これを1ページ目から作っていけば3年間は食べるもんに困らないだろうっていうふうに思ってたんですけども、実際にはじゃあここに書いてある調味料を持ってるかって言われるとそれがないんですよね。例えばシナモンっていうふうに書かれてあってもシナモンなんてシャレたもん持ってないわけですよ。じゃあシナモン、いやそもそもシナモンが何かがわからんからとりあえず胡椒でいいかとかっつって、手近にあるもんで済ませるわけじゃないですか。でそうすると結局のところ毎回ね、塩コショウ砂糖醤油それぐらいしか調味料がないんで大体同じような味になるっていうことが分かってきたので、もう途中からはもうその本も見なくなってしまって、普通にの豚肉なり鶏肉なり買ってきたらもうキャベツと炒めて醤油で食べるっていう風な生活で、で特にそれほど僕はあの食べ物にこだわりがないので、あんまりねそれが苦にならなかったんですよ。毎日同じもの食べても、ある時は鶏の皮
鶏の皮がめっちゃ安いんですよ。あの鶏肉に比べても、鶏肉ってそもそも高くない食材なんですけども、鶏の皮がまた安い、これはええやんと思って、調理方法がわからなくて普通にフライパンで炒めたら、まあ油だらけ、どんどん油が出てきて、でいいのかなと思いつつ、まあそれ普通の炒め物感覚で炒めて食べたら、まあ油だらけで気分悪くなって、あこれはあかんわと思って、鶏の皮はそれ以降買うことはなかったですね。だんだんこう料理するのすらめんどくさくなってきて、よく考えたら豆腐やったら料理せんでも食べられるんちゃうのっていうことになって、途中からはもう料理をすることを放棄して、豆腐買ってきて、豆腐一丁買ってきて、でその上に醤油かけて、野菜の方はキャベツ、これキャベツね結構安いんで、キャベツ買ってきて千切りにして、でドレッシングかけて、だから豆腐とキャベツとご飯、味噌汁みたいな生活が結構続いてましたね。ところが原画描くようになってくると、それなりにお金が入ってくるんですよ。でそうするともう豆腐とキャベツっていうか自炊するのがめんどくさくなってきて、だんだん弁当物、いわゆるほか弁っていうやつですね、あれを買ってくるようになってきて、まあそのデラックス唐揚げ弁当が大好きで、で朝は食べないんですけども、昼と夜を2食デラックス唐揚げ弁当食べるようになったら、もうみるみる体重が増えていって、お腹がやばいことになりました。これは直接ご飯とか生活とは関係ないんですけども、先ほど会社でいつお昼ご飯を食べていいのかわからないっていう風に遠慮してたっていう話をしたと思うんですけども、僕ね20歳過ぎてタバコを吸い始めたんですよ。で東京へ出てきて会社に行くまではタバコ吸ってたんですけど、ちょうど僕が入った部屋っていうのがタバコを吸わない人ばっかりだったんですね。でそうするとさすがに新人がいきなり入って、灰皿くださいタバコ吸いますっていうのもいかがなものかなと思って、結局それをきっかけにタバコを吸わなくなったんで、ある意味健康には良かったかなっていう気がします。月曜から土曜まではきちんと働いて、日曜は基本的にオフにしてます。今でもそうなんですけど、日曜日は休むっていう風にしてあります。で日曜日は何やってるかっていうと、今と変わらず絵描いたりアニメ作ったりっていう風なことをしてました。こちらまたリンクも貼っておきますけども、 YouTube の方にもいくつか著作権に引っかからなさそうなアニメ、載せておりますんで、またそれも見ていただければなと思います。でこの後もね、原画描き始めてからとか、まあ他にもいろいろスタジオコクピットに関わるいろんな人のお話なんかもあるわけなんですけども、そろそろ時間的にもっていう感じなんで、今回のところは、主に動画時代に関してのお話をさせていただきました。話したいことがいろいろあるんで、この後また動画っていうのを作っていきたいなと思っております。では長々とお付き合いくださりましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。